橋本ホビーへようこそ。植物愛好家の橋本です。よろしくお願いします。今回はこれ、映りきってない、ズン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 、長い先端は新しく芽が出てますね。これサボテンの仲間なんだけど、なんだかわかる人います？ドラゴンフルーツですね。これね、ちょっと抜き苗というか差し穂なんだけれど、1メートル近くあるんだよね。なのでカットしてね、植えようかなと思います。どっちからどう切ろうって感じで、トゲありますんでね、若干厄介なんだよな。この辺で切ろうかな、カッターナイフ。根っここれ枯れちゃってるんで切ってもいいと思うんだけどね、切れない。でこの差し穂ね、出荷日が書いてあったのかな、見たら2ヶ月ぐらい経ってんのかな。もう文字消えてたんでね、はっきり分かんなかったんだけど、2ヶ月前後経ってたので、まあまあ傷んでるっていうか、ちょっと干からびてる。断面はね、後で整えるとして、とりあえず分割しちゃいましょう。これ切れんかな、もしかしてカッターに包丁かなんかの方がいい。あ、結構芯が硬いんだ。芯がめっちゃめちゃ硬いわ。ちょっとハサミでいっちゃいますね。切り口は整え直すとして、結構簡単に切れるのかなと思ったんですけど、ドラゴンフルーツ結構硬いんで、いったハサミの方がいいかも。ここぐらいで切ろうかな。よいしょ。でこれだけちょっと短くないっていう感じなんだけど、実はポットがね2つしかないです。なので1つはね、水差ししようかなと思ってます。切り口は整えるよって言ったんだけど、これはねちょっと切ろうかなと思ってるんですけど、古くなってるんで、節のところで切った時はこのまま埋めちゃっていいらしい。だけどこうやって節のないところで切った場合には芯をね出した方がいいっていうことだったので、芯をね出しちゃおうかなと思います。どんな感じなんだろう、いまいちよく分かってないんだけど、芯のところから根っこが出るみたいな話だったので、 YouTube でね見てどうやって植えるんだろうと思って調べたので、 YouTube で探せば出てくると思いますが、なんかね同じことするとパクリって言われちゃうんだよね。パクリというか、そりゃね自分で試行錯誤しないと分かんない植物とかは試行錯誤した方がいいけど、とか自分が好きでね何回か育ててみてこっちがいいんじゃないかっていうので試行錯誤するとかっていうのは全然いいと思うんだけど、最初はねやっぱ先人の知恵お借りした方がねいいと思うので、こんな感じでいいのかな。でこれは YouTube じゃないんだけど、ウェブサイトにはねこの切り口は乾かすっていう風に書いてあったので、切り口は乾かしておきます。にしてもトゲいってえな。でこちらの方も切り口がねもうなんていうのかな、そんなに新鮮ではないので根が出るか怪しいのでね。でこっちもちょっと最初ねカッターで切ったところプチャッとなっちゃったんで切り直しておきましょう。でこっちの節の部分も軽くカットしちゃって、もうちょいかな、もともとの切り口の傷が取れてない、これぐらいでいいか。新しい新鮮なねこの芯の部分を出しといて、でここからね削いで見ようかなと思います。で水差しの場合なんですけど、爬虫類用とかでさ、なんかホットカーペットみたいな下に敷くさヒーターあるじゃん。植物用でも芽出し用とかで売ってんのかな、ああいうのとかを瓶の下に敷いて温めると早く出るよっていう
まあ、それは海外の人が言ってたんですけどっていうのもあったりするらしいので、まあいろいろねやってみるといいのかなと思うんですけど、今回はね水差しは温めたりとかしません。ヒーター持ってないんでね、わざわざこのために買うっていうのもどうなのかなっていうところで、別に時間だけだったんでね、言ってたのそれがないと出ませんっていう話じゃなくて、ヒーターがあると早く出るよっていうことだったので、じゃあヒーターがなくても出るのは出るんだなっていうことで、よし。で今回ね、土に埋めるのは根っこというか節のあった部分とこの先端の部分、新芽の出てる先端の部分ね、これをね地面というか土にね、ポットに植えようかなと思います。むずい。芯はねそこまで心配しなくても硬いんで、そう簡単に切れないです。まあ、切れたところでね、もう一回カットし直せばいいんでっていうのはあるんですけど、こんな感じでいいんではないでしょうか。トゲがここトゲすごいからね。よいしょ。このようにしてちょっとしばらくね乾燥させようかなと思います。ってことで一旦スキップ。それじゃあね植え付けていこうかなと思いますよ。少し乾いたかなと思います。もっと乾かした方がいいのかどうかわかんないけどね、そんなにねいつまでも待ってられないので植えちゃいましょう。この傷口を乾かすっていうのがさ、どれぐらい乾かしたらいいのかわかんないよね。で、ちなみに、YouTube で見た限りでは別に乾かすって言ってなかったけど、ネットのサイトとかを見ると乾かすって書いてあった。なので正確にはどっちがね正確かわかりません。で今回植えるのは4号のスリットポットで、ちっちゃくないっていう話もあると思うんですけれども、ドラゴンフルーツね結構大きくなるので、このポットじゃちっちゃいのはちっちゃいんですけれども、サボテン系のね植物ということで、まずはジメジメしない方がいいことっていうことで、水はけのいい用土も使うんだけどポットが大きすぎない方がいいかなというところで、まあ、小さめにしてます。でまた植え替えればいいからね、大きくなった時はっていう話です。で今回植える土はこんな感じ。再生培土にボラ土をねかなり混ぜてます。半分ぐらいかな、混ぜてんのかなと思います。スリットポットなので鉢底石はいりません。ちょっとね深めに植えた方がいいと思うので、ちょ入れてもいいかなっていう感じはするけど、でドンと置いて、まだグラグラするな。いい子だ、バランス取っててくれた。これぐらい入れば大丈夫っしょ。オッケー。ちょっと軽くトントンする。トントンするも何もさ、根っこがないからさ
そんなにあれだよね。で、もう一つ。で、このね、太い根っこっていうのは、なんだろう、捕まるための根っこ？つる性植物、キュウリとか、ああいうのがヒゲ出すじゃない。ああいう役割だね。捕まってね、よじ登っていくために根っこ出してるって感じですね。こんなもんで OK かな。で、OK と。で、最後は水にドボン終わりということでね、今回はドラゴンフルーツね、売ってたので買ってみて、来てみてね、植えて変えてみたんですけれども、ドラゴンフルーツってね、赤系、白系、ピンク系、黄色系ってね、いくつも種類があるんですけど、これがね、何系なのかは全然わかりません。というのが、ファーマーズマーケットっていうとちょっとあれなんだけど、委託販売みたいなね、まあ道の駅みたいなところって言ったらいいかな、道の駅じゃないんだけどね、生産者さんが持ち込みでね、持ってきて並べてるっていうお店でね、買ったので何かわかりません。ドラゴンフルーツしか書いてませんでした。なのでちょっとわかんないんですけれども、まあ今回ね、こんな感じでね、植えてみました。もしね、白系だったらね、実はつくかなと思います。赤系とかだったら実ができません。なぜならうちには他にドラゴンフルーツがないから。白系はね、自家受粉って言って自分でね、受粉することができるんですけども、赤系とかね、そういうのは確か自家受粉しなかったはずなので、白系とかがね、別に必要だったと思います。で、この後のね、管理なんですけれども、いつもだったらね、こう土にね、水をたっぷり与えますって言うんですけれども、今回はね、水は与えません。ただ、自分ドラゴンフルーツ育てるの初めてだし、育て方も知りません。なので、それが正しいのかどうかわからないんですけれども、ドラゴンフルーツやっぱりサボテン系ということで、ね、この葉っぱ、もう、かなりペナペナのね、薄くはなってますけれども、この葉っぱにね、水分を蓄えているという植物なので、そんなにね、すぐに水を与えなくても干からびて枯れちゃうっていうことはまあないんですよね。で、水を与えたことによってその傷口が腐って枯れちゃうっていうことの方が心配なので、しばらくね、水はあげずに。で、今回の用土ね、少し湿ってますんでね、多少湿っているので、まあ、このままね、管理していこうかなと思います。なので、もし水を与えるとしても葉水みたいな感じで、植物体にね、霧吹きで水をね、与えていこうかなと思います。水差しの方はね、必要ないと思いますけどね、下から吸えると思うので。で、もしね、ドラゴンフルーツ育ててみたいよっていう方いらっしゃったら、一応言っておきますけれども、めちゃくちゃでかくなる上に、越冬できません。なので、屋内に取り込むとか、まあできればね、暖房付きのビニールハウスっていうのがあるっていうのが一番ベストなんですけれども、なかなかそういうご家庭はないと思うので、まあ、家の中にね、巨大な植物、しかもトゲのある植物をね、取り込まなきゃいけないというところでね、まあその辺はね、若干育てにくさっていうのはあるのかなと思います。今回ね、自分はそういったね、ファーマーズマーケットじゃないですけれども、そういったお店で買ったので100円ちょいぐらいで買えたんですよね。なので、めちゃめちゃ安かったので、あと興味はあったから、やってみたいなっていうので、ね、買ってみましたけれども、うまく育てられるかどうかは分かんない未知数です。ということでね、この動画、まあ参考になるかどうかわかんないですけれども、面白かったとかね、このドラゴンフルーツのね、続きの動画も見たいよっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね、3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方でね、育て方とかアドバイスいただけるとね、とっても嬉しいです。本当にね、育て方分かっていないので、ぜひぜひ教えていただけるとね、嬉しいなと思います。
ツイッター、インスタもね、始めてますので、気軽にね、声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。